い、皆さんこんにちは。ビッグエンジェルの稲荷こと島田稲荷です。今日はサブチャンネルということでですね、サブちゃんを撮らせていただいております。はい、顔映っても大丈夫ですか？ YouTube はい、ぜひ。こちらたこ焼き YouTuber です。YouTuber やばい。はい、あの大阪日本橋にあるですね、たこ焼きのグーニーズさんというお店に来ております。すいません、じゃじゃん、見えるかな、みんな。ちょっと人映らないように、大阪のね、日本橋にあるんですけど、はい、今日はですね、グーニーズさんに来てます。メニューはこんな感じで、私がここが今日6周今日じゃないんですけど6周年だったんですよ。でその6周年の前だから5年前ぐらいから来てて、でこれが6周年の時のね、限定の T シャツです。可愛くないですか、グーニーズさんの。インベーションクラブさんっていうところの洋服で、中もね着てるんですけど、可愛くないですか、可愛いですよね。今からこれのいちごミルク食べるんですよ。はい、ということでですね、早速グーニーズさん、みんな知ってます、あのすごい、あのパチするけど、あの店長のゆきおさんっているんですけどが、あの動くあんずちゃんでストフェスでたこ焼きめっちゃうまいみたいな感じですごいバズってて、そうゆきおさんバズってると思った。ということで早速行きましょう。ぜひ皆さん、グーニーズさん大阪来た際はたこ焼きめっちゃ安いんだよ、フォローしてあげてください。あ、うちのたこ焼きができてる。コウさん生、はい、かき氷作ってます。ありがとうございます。かき氷 YouTuber そうですよ、 YouTube のサブチャンネル。でもなんかいけそうですよね、たこ焼きコスプレたこ焼き YouTuber いるんか、それは本当に。でもゆきおさんのコスプレしてる画像を私は見て、たどりであんなに綺麗なのってすごいなと思うんですよね。しかも一眼とかですよね、あれとかで撮ってるやつとかありません？ないな。ストフェスのやつとか、そう、その人が撮って、え、めっちゃ綺麗。うん、あれはすごい、他の人から撮られたあの可愛さマジでグロい。うん、私はいつもずっと思って見てる。嬉しいよな、本当ですか、かき氷は食べないといけないから、ちょっと取るね。店内も可愛くなってるんですよ。やばいよね。たこ焼きって6個で380円とかじゃないですか。東京だと6個で700円とか600円ですよ。しましま。700円しましま。だからてりったまとかなるとする。可愛い、ありがとうございます。すごい値段するな。いや、めっちゃ取れますよ。家賃そこまでバカ高くないよ。ここに比べてさ、はい、ちょっと高いぐらいやんか。そのたこ焼きは高いのか取れない。そう、少ないんですよ、たこ焼き屋さん自体がまず。あ、全然喋ってください。YouTube 撮ってます。すごいな、なんかお金の話してしまって。いや、本当そうなんですよ、ね。ギリも。すごいで、夏限定なんでしょうね。写真撮ります。ソースの8個入りで480円お願いします。舐めちゃった。うちがいつもやってるこの映えの感じ。マヨネーズもおかけして大丈夫です。オッケー。あ、YouTube 撮りながら。あとで Twitter とインスタにあげるので見てください。ということでいただきます。さっきイカ焼きとコール食べちゃった。夏の終わりって感じ。
美味しい。夫婦さんでさ、直収入もたこ焼きやっててすごくないですか。もともと移動販売のお店だったんですよ。かわいい。ね、さっきインベーションコンボさんとお店でも行ってきて、回ったの。中に来てるんだよ。ワンピース2枚出せる。美味しいということで、ちょっとバーッと食べたいと思います。以上、ゲンジャルのイノリンでした。バイバイ。